相変わらず自動車ドイツメーカーは中国産にべったりなご様子で、ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくりマリサだ。このド、BMW とメルセデス、中国 EV 充電ネットワークの合弁事業を最終決定したそうだ。いっそのこと、ドイツ自動車メーカー全部、赤色のロゴにしてあげればいいんじゃないかしら？ウイグル問題とかあるのに、よくもまあこうもべったりになれるとは、それだけ魅力的な市場だってことだろうよ。てなわけで今回は、ほう、ベンツ、BMW が中国との関係立てず EV ステーションを一緒に普及させてしまうゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。それでは、今回のニュースである BMW とメルセデス、中国 EV 充電ネットワークの合弁事業について見ていこう。BMW とメルセデス、ベンツは中国で提携して、北京四地位新能源鍵有限公司を設立し、全国に電気自動車充電ネットワークを導入する予定だそうだ。つまり、中国全土に充電インフラ増やしたいから、ドイツメーカーお前らも手を貸せやってことなのね。まあそういうことなのだろうよ。そんで、計画されているステーションの最初のステーションは、2024年の今年、特に、新エネルギー車の人気が高い中国の主要都市全域に展開される予定だってさ。その後、ネットワークは全国の小さな町や地域を含むように拡大し、2026年末までに、約7000個のプラグを備えた少なくとも1000の高速充電ステーションを建設する予定だってよ。かなり急ピッチで進めるのね。EV 大国中国といえど、まだまだインフラは北欧と違って、地方に行くと全然完備されてないっぽいからな。地方に行ったら全然充電できなくて、そのまま分賃とかすのもそう珍しいことじゃないらしい。なるほどねー。だから中国では PHEV が今更人気になったわけか。それに中国の場合は、環境意識とかそんなものないから、ガンガン石炭燃やして電気作ってるからな。さすが中国さん、他ができないことを平然とやってのける。そこで、BMW とメルセデス、ベンツはすでに中国で独自の、充電ネットワークを運営しているから白羽の矢が立ったのかもな。BMW は昨年スーパーチャージング、ステーション、プロジェクトを、立ち上げ、業界最高の 600kW の速度に対応する充電パイルを誇っている。このネットワークは中国全土の17都市をカバーしており、2024年1月現在、54の充電ステーションで構成されているそうだぜ。これらの充電ステーションは、BMW だけでなく、すべての EV モデルに利用できるとのこと。そりゃ、すべての EV に使えないとインフラとは言えないからね。しょうがないね。ちなみにメルセデス、ベンツは、成都、仏山、青島、重慶、昆明、武漢、蘇州、常州など、中国にも多くの自社充電器を設置しているそうだ。カーニュースチャイナによると、BMW とメルセデス・ベンツの合弁会社を通じて展開される、充電器のネットワークは全ての電気自動車に開放されるが、両ブランドのモデルのオーナーは、オンライン予約が可能で、より多くの電気自動車を利用できるようになるという、両自動車メーカーは、充電ステーションで使用される電力の一部は再生可能エネルギーから供給されると述べている。一部は再生可能エネルギーからってわら。おいおい、環境意識するなら全部再生可能エネルギーにしないとダメじゃない。そこはチャイナクオリティというか、そもそも環境意識なんてないからしょうがないな。これをドイツでやったらバッシングものだろうけど。自動車ドイツメーカーはもう、売れれば何でもいいって感じになってないかしら。今さら中国とのどっぷりを捨てられなさそうだからな。そのおかげで、アメリカ市場を取りっぱぐれそうになってるけどな。ああ、ウイグル自治区で作ったものはアメリカでは認めない。押収されちゃうあれね。そうそう。話は脱線したので戻すが、BMW とメルセデス、ベンツも、北米で確立される新しい、充電ネットワークで協力している自動車メーカー7社のうちの2社でもある、イオナとして知られるこの新しいネットワークには、GM、ホンダ、ヒュンダイ、キア自動車、ステランティスも含まれており、北米全土に少なくとも3万台の充電器を配備する予定だ。最初のイオナ充電ステーションは今年後半に米国でオープンし、その、各ステーションには NACS および CCS コネクタが搭載されるそうだぜ。そのイオナって何なのよ？日本メーカーだとホンダしか入ってないわね。イオナの充電ネットワークは、NACS または CCS コネクタを備えた全ての電気自動車に、アクセス可能で、車両と統合されたシームレスでクラス最高の充電体験を提供することを目指しているそうだ。これは、近隣または同じ複合施設内にトイレ、フードサービス、小売業務などの様々な、アメニティを提供し、デジタル統合と魅力的なロケーションを提供することで実現されるとのこと。このネットワークの機能とサービスは、参加自動車メーカーの車載及びアプリ内体験との、
シームレスな統合を促進し、予約、インテリジェントなルートプランニングとナビゲーション、支払いアプリケーション、透明性の高いエネルギー管理、その他の機能を網羅していくわけだ。つまり、中国でもイオナと似たようなことをやろうとしてるわけね。おそらくそうだろうよ。イオナの充電ステーションは、再生可能エネルギーを動力源とし、世界有数の、自動車メーカーの品質、信頼性、リソースを結集することを目的としている違いはあるな。イオナは、北米全域に戦略的に配置された最低3万基の高出力充電ステーションを設置することを目標としていて、合弁会社は、2024年に米国で最初の充電ステーションを開設し、その後カナダへの拡大を計画しているそうだ。各拠点には複数の高出力充電器が設置され、自動車メーカー7社の持続可能性戦略に沿った長距離移動が可能になるぜ。再生可能エネルギーを使わないと、北米ではどうしようもないからね。何のための EV かって本末転倒になるし。まあそれをしてるのが中国なのだがな。そしてこの話を聞いた、海外のネットユーザーからは次のようなツッコミが。中国での EV 充電ネットワークの構築は、BMW とメルセデス、ベンツにとって興味深い資金投入方法だが、2023年になっても中国の電力供給の 60% 近くを石炭が占めていることを忘れてはならない。石炭発電所もまだ建設している。ああ、感情的な猫と犬が一緒に住んでいる。電気詐欺で一致団結。線のステーションが EV に飢えている中国でどのような影響を与えるか想像できる。まあ、向こうは石炭発電がすごいから、当然のツッコミっちゃツッコミね。そんな中国とどっぷりなドイツ自動車メーカーなのだが、アメリカとの距離は開くばかりだ。何回か中国とアメリカの関係について動画にしてきたが、ここに来て、中国製自動車に一律2万ドルの関税を、米議員が法案提出したそうだ。2万ドルって言うと日本円にすると、300万円近くするじゃない。そういうことだ。完全に中国製品の自動車をシャットアウトしようとしてきてる。そんなところといつまでも仲良くしてて大丈夫なのかしら？ドイツ自動車メーカーの方々は？そんじゃ、その関税の話についてもう少し深掘りしてみようか。これを報じたのは海外紙のロイター通信で、米上院議員共和党は、3月5日、中国製の自動車に一律2万ドルの関税を課す法案を提出した。メキシコなど他国で生産された中国製自動車にも関税を適用することや、電気自動車に、対する補助金を北米の貿易協定が定める基準を満たすものに限定する法案も提出した。共和党議員は、一律関税は、安価な中国製自動車の輸入から米国の自動車メーカーと労働者を守る、と説明した。11月の大統領選を前に、民主党のバイデン大統領と議会の、与野党指導部は中国製 EV の輸入制限措置を訴えているそうだ。米政府は先週、インターネットに接続する、コネクテッドカーつながる車をめぐり、輸入された中国車が、国家安全保障上のリスクをもたらしていないかどうか調査を開始するとし、規制導入も検討すると明らかにしている。あらあら、せっかくメキシコに北米を睨んだ工場を建てても、それもシャットアウトだと作る意味はあるのかしらね。欧州かどっかに輸出すればいいんじゃないか？知らんけど。そして、この件に対するヤフコメ民たちのツッコミを見てみるとこうだ。これは日本も本当に見習うべき。補助金頼みで金のない自治体が中国製安物 EV に手をつけてる。公営で言えば岩手県 A バス、都営、私企業で言えば近鉄、京阪、京急、阪急、神奈中、西武、西東京、富士急、全日空、などなど様々です。日本メーカーを守るためでもこの政策は日本でも行うべきです。せめて、補助金の打ち切りを行い国内メーカーへの補助金額アップを行うべきです。中国だからね、平気で隠れ蓑のようなことをやってくる。メキシコ産 EV を名乗らせてアメリカに持ち込んでくる流れも気になるところだ。メキシコ産であろうと半分以上中国材料を使っていたら、中国産認定して交換税を課さないと意味がない。一律2万ドルの関税はすごいね。アメリカは本気で中国産 EV を排除しようとしている。EU もその流れだ。日本も同様の措置に進まないと、中国の経済的な利益が結局中国の軍事的拡張に回り、ひいては日本の集団的安全保障を毀損することになる。日本の企業の中国での利益なんて短期的なものだよ。今までも短期の利益に目がくらみ、技術もすべて盗まれて、いつの間にか後塵を拝している。家電も鉄も船もみんなそうだ。いい加減目が覚めた方がいい。あの国は普通に付き合ってはいけない国です。個人的には中国中共嫌いだけどこれはどうかと思う。共産主義に対していわゆる西側は経済の自由競争が原則。もちろん自国経済を守るために関税を課すことは悪いことではないが一概に、定価200万円以上これほどの関税をかければ事実上自由競争を阻害している。
トランプ氏にはかつて日系自動車部品メーカーも苦しめられました。自国メーカーの競争力低下を名目に高い関税や、米国内に工場を設置しなければ輸入を停止するという政策を発信することを西側民主イデオロギーとして言えるの？あら、意外と賛否分かれたコメントがあったのね。そうだな。そしてそれに対するアンサーなのか、中国外相が、米は中国に誤った認識、全人代で会見をしてるな。どこら辺が誤った認識なのか教えてほしいものね。なんもアメリカの対応は間違ってないと思うわ。これも海外紙のロイター通信が報じたものだが、中国の王毅外相は、北京で開かれている、全国人民代表大会全人代に合わせて記者会見し、米国は中国に対する誤った認識を持ち続けていると述べた。バイデン米大統領と中国の習近平国家主席が昨年11月に会談して以来、両国関係に一定の前進はあったが、米国はまだ約束を履行していないと主張した。その間、中国はアメリカの貴重な情報をすっぱ抜いてると。両国間のやり取りは相違点を尊重し認識することでのみ継続が可能とも指摘した。さらに会見では、米国が中国に対する誤った認識を持ち続け、約束を実行していないと指摘しなければならない。と強調、さらに不満を表明し、米側は中国を抑圧する新たな方法を打ち出し続けており、一方的な制裁のリストが常に延長されている。米国の主張では中国が犯した罪が、信じがたい水準にまで増えていると述べたそうだ。言ってることが、抽象的すぎて何も入ってこないわら。それでも、バイデン大統領は新たな冷戦や中国の体制転換を望まず、台湾の独立を支持しないと明確にしているとの認識も示した。米中首脳会談以降、両国間の緊張はやや緩和したものの、不安定な状態が続いている。今週の米大統領選では、対中強硬姿勢を示すトランプ前大統領が返り咲く可能性もある。王氏は、米国には歴史的な発展の傾向を理解し、中国の発展を客観的かつ理性的に捉え、積極的かつ実利的に中国とやり取りを行うよう求める。とした？いやいや、今の中国に理解を求めろって無理やろ。あ、今じゃなくても無理だったわら。ロシアとの関係については、新たな協力や友好促進に前向きな姿勢を示している。ロシアのプーチン大統領が2022年2月に中国を訪問した際、両国は無制限のパートナーシップを宣言。その後間もなくロシアはウクライナに侵攻した。会見では、ウクライナの紛争や中国経済、人工知能 AI など、幅広いトピックに触れたが、全般に抑え気味の発言が目立った。王氏は詐称ビザ免除制度の対象拡大も発表し、新たにスイス、アイルランド、ハンガリー、オーストリア、ベルギー、ルクセンブルクを14カ国から加えるとした。中国は現在、計22カ国とビザを相互に免除している。今の中国なんて、スパイ法でいつでもとっ捕まえられそうだから、怖くて普通の人は行きたがらないんじゃないかしら？中国へ出航と言われたら、拒否する自信しかないぜ。そして、この件に対するヤフコメ民たちのツッコミを見てみるとこうだ。中国は案外、トランプが来たら嫌なのかもしれないね。中国のアキレス腱は膨大な数の人民だと思う。そして、中国の人民の多くは、飯が食えているから思想的なことは目をつぶっているのだろう。そもそも、多民族国家で、多民族に支配されるのが当然という国だから、国や政治がどうと、言うより、とにかく自分が生きていける環境ならそれでいいという発想はあるだろう。トランプは中国に軍事的締め付けより、経済的締め付けをしていくだろう。これ以上経済が失速し、失業者が溢れるようなら、国民の不満を抑えきれなくなるかもしれない。そういう意味で、習近平はトランプを歓迎しないと思う。中国の国外であっても中国籍以外の人が中国政府を批判したらそれを犯罪とみなし、その人を捕まえて罪に問い、拘束しますよというのを国として公言する国とは価値観の共有なんてできないし、永遠に交わることはないと思います。確かに米国は日本もですが中国に誤った認識を持っています。中国が経済的に発展すれば民主化するだの、経済と軍事は別、中国の経済的な発展は、軍事的野望につながらないだの、そんな見えすいた嘘を自らに信じ込ませてきました。いい加減、現実を見る時です。宗教の常識が並外れているから、そこから見る外界の世界が歪んで見えるだけで、実は、宗教の常識がおかしいことが問題であると気がつくまで何千年かかるかな？いえいえ、全く間違っていません。大木さん、あなたは本当に習近平を信じていますが、それとも、いやいやながらその格好をしているのでしょうか？まあ、日本人は誰一人として中国の言ってることなんて鵜呑みにできないわな。日本はどれだけ恩をあだで返されたか。そして話は、さっき少し触れたガバイブがメキシコに EV 工場を建てようとしてる話。
でも、アメリカに持ってくるにも関税がかけられるんでしょ？さっきの話はまだ決定じゃないからな。どんな計画かというと、中国電気自動車最大手のバイブの執行副総裁兼米州地区総裁はこの、ほど、同社がメキシコに工場を建設し、現地市場でのシェア拡大を図る方針を示した。2月28日、ロイター通信の取材に応じ、2024年末までにメキシコ工場の建設用地を、決定する予定で、工場では年間15万台の生産を見込んでいると明らかにした。バイブの23年10月から12月期の EV 販売台数は、これまで、市場トップだったテスラを上回った事実は知ってる人も多いと思う。米国の自動車業界関係者によると、バイブがメキシコ市場に参入することで、今後は同社やその他の、中国自動車メーカーが、すでに米国市場に参入している自動車メーカーを脅かす存在になることが予想されるという。だけど300万円近い関税をかけようと、アメリカも対抗策を取ってきてると。そうだな。米国製造業同盟 AAM は2月末、中国の自動車と部品は価格の低さで、優位性があり、米自動車企業の生存を脅かすことになると警告。また、米国自動車産業の全滅を避けるため、メキシコから米国への安価な中国車と部品の輸入を阻止するよう、米政府に呼びかけている。ぜひアメリカは自国産業を守るために、バイブと徹底抗戦をしてほしいところ。そしてそのまま、ドイツメーカーも一緒に心中しそうではあるがな。そしてこの話について、ヤフコメ民たちの反応はというとこうだ。米国は中国対策を進化させるだろう。そうなると他の外国メーカーがとばっちりを食らう。当然日本もだ。したがって日本は経済安全保障を前面に出して、ロビー活動を強めるべきだ。半導体など先端技術だけでなく、あらゆるものに友好国化そうで、内科で輸入や本国での製造許可、不許可の判断基準にすべき。短期的には一部に物の値段が高くなるが、長期的にはまず経済活動の土台である平和と自由な活動が担保され、値段もいずれ、インドやアフリカが台頭し従うだろうし、彼らが国際ルールを守る限り受け入れられ全世界に恩恵があるだろう。今のリチウムイオン電池では中華はもうサプライチェーンを構築してるから、全固体電池まで。待てばよかったのにアメリカは馬と引かねアメリカは中華 EV の重量やリサイクルの点をついていくしかないね。それは一企業が脅威というより多くの企業がメキシコに工場を作ってることでしょう。メキシコに働く場所があれば人々が豊かにりアメリカへの不法入国は少なくなります。共産党の補助金をもらって大幅値引きで米国本土に販売を仕掛けるのだろう。不公正な方法に高額関税で対応するのか。走行ルートが外部に発信される。チップが装着されているそうだが安全保障上の懸念は拭えないままだ。例えは悪いけれど米国の業界から見ればキューバ危機のごとく、敵対国が米国の裏庭に、核ミサイル EV 工場建設持ち込みしたことと同じように見えると思うよね。これは大きな政治、産業対決になるかもしれないよ。トランプ候補の援護射撃的な発表ですね。アメリカのサウンドベルトの白人サイレントマジョリティ大きな、支持母体とするトランプ候補が当選すれば高額関税をかけます。あるいはアメリカの部品を何パーセント使用した製品を認めるとか、サウンドベルトとは詐欺た地帯家電産業や自動車産業が衰退して詐欺てしまった地帯を言います。バイブ対策は簡単です。ベブに廃車時に必要な経費と、指定1台あたり500万円を課税し、米国自体も崩壊しつつあるベブ政策を停止すればよい。皆さんはこのドイツメーカーと中国、そしてアメリカの関係の話についてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。